もうホークスで成績はないのに、横浜のの三島セリージャパングラドマデリカマセーションザゲインツーよメイダービーセブンティーンザセブンティーンズ2024Friday morning 6 a.m. 7 a.m. いかがお過ごしでしょうか。今日は朝ごはんということでね、朝ごはん30分ほど前に起きました。朝ごはんね、変わらず気を抑えた残り、これはね長ネギを刻んだのとケチャップ、蜜柑米酢、からお醤油ね、もう冷たいです冷たいです。で何がね幸せかって、ここくんとあのねこう三島なんですよ。空気がうまい、本当に空気がうまい。で次が水がうまい、本当にお水がおいしいよ。水道のお水、スーパーなんかで売ってるお水あるでしょ、あれより美味しい、あれより美味しい。水道の水のも美味しい。横浜もそうだよ、横浜もね、あのなんかやれよ、わかりました。今ご飯ね、でこれがあのすりおろし器ね、大根おろしで、やっぱ長ネギね、ハサミで切った長ネギね、これ調理器具でやると出来上がりますか。でハサミで切ると出来上がりますか。だけど小麦を使わない、丸大豆と丸大豆醤油特選一匹グルテンフリー一度ね、お芋あげました。ゴージャスで、あんた朝から同じ100円がね全然違うって、全然違うよ、全然違いますよ。お前は器で食わないのかい。これ器ですよ。お前茶碗で食わないのか。これも一応器ですよ。あれね、さこれ食べてもいいんだけどさ、もうこれがさ、ご飯がさ、ご飯がさカチカチなわけよ。液体を入れると やっこくなんじゃ、だからこれを入れちゃうわけだ。今お湯が沸いたじゃん、お湯が沸いたでしょ。しばしちょっとね、この下まずいから、ちょっとこれあれをね水でつけてくるから、ちょっとねすぐ洗ってやらないとさ、しばししばしこうやって横に移動すればいいかね。これがねあのダンボールの座布団。ここまずシャンガンジャってこういう移動ならお股見えないからね。散歩こうなってさ、液体じゃん、でこれをこうなんていうの分解。なんで今の子もやこうやって硬いの団子になるのかね、団子が好きなんだね。迫力がないんだからさ。あね、昨日また内乱が一人お見えになったよ。まあさ、その不動産屋さんのお姉ちゃんなんだけど、
もうちょっとそこってやればいいのにさ、あれが普通な、まあ普通なのか、まあ鉄の扉じゃん、あのマンションだからさ、ね、バッタンバッタンやってるわけ。これで隣でこうでああだって言ってんじゃない？で、あの何押し、何物入れとかバッタンバッタンやったり、あの窓やるじゃん。全部筒抜け。一軒じゃないんだよ。空きが、あのみんなが借りたいとこは高いの。みんなが借りたくないとこは安いの。安くしても入んないの。借りたくないから。で、あの、まあ一応見て決まったんだか決まんないんだかわかんないけどね。ここ来ても、ちょうど一週間ぐらい過ぎたかな。もうちょっとかな。その前にも来てるんだ。これもあんだよ。しばし、見えないかね。まあ、編集するからいいね。これ、これ画期的に安いんだよ。128円。会社ここね。なんていうの？和光商会、株式会社和光商会、神奈川県小田原。小田原から来てね。感動だね、小田原。うまいよこれ。128円で海苔が、刻みのネギ、ネギじゃない、海苔が食えるわけよ。でこれにね、ポーリングっていうの、なんだっけ、なんていうんだっけ、振りかけるっていうのは、すごいゴージャスな朝ごはんだよ。空気が美味しいじゃん。まだ空いてんだよこれ。朝金曜日、車通んねえよ。通んねえ。道はあるよ、道はあるけど車通んねえ。住宅街だ。ご近所のね、住宅から声聞こえたことない。あっちにもこっちにもマンションあんだ。物知り合いの声も聞こえたことない。犬の散歩もね、あ、そんでね、横浜はさ、犬っころ散歩させる人がいっぱいんだよ。お犬様のご飼い主がさ、まあ、売っちゃいるんだよ。あの、以前のこの動画でもうさ、もう最初の頃かね、アップしたんだけどさ、あの、あ、起こしちゃった。ね。こうやんと机が映っちゃうからさ、前んだよ。で、一頃ね、8年ぐらい前かな、もうちょっと前かな、あの菊内家公園っていうのはさ、昔はあの水道道を挟んでこう大きなプール、池だったんだよね、菊内家って。だけどその水道道を直の道路にするのに埋めちゃったんだよ、菊内家を。で道路になっちゃって、こっち側は南側はね、豊子線が走ってて菊内家なんだよね。で水道道はこうあったの。でこっち側埋めちゃって、こっち側も埋めて、ここは公園になって、でここはプールになって、元あった菊内家はもう8分の1ぐらいになっちゃったんだよ。正確には分かったわけじゃないですよ、イメージね。これこそバーゲンさん、おいしいよバーゲンさん。うまいよ。あ、まあこれね、これちょっとこれがさ、もうちょっといつもはね、定置はここで食べてんだ。だから手が届かないんだよね。だからみんな怒っちゃうね。まる、あ、コーメじゃないんだよ、なんだっけ、花丸木、この地方はね、そこのスーパーは花丸木、ね、花丸木、じゃあしじみで刻みハサミでね。でこれを、あ、暑いからしくったらもう素足だからね、お股やけどしちゃう。まあ、こんなのさ、あのもう猫舌だからさ、ご飯食べるまでに、食べ終わるまでにようやく飲めるって感じかな。でこれこっち置いてね、ちょっと遠いんだい。定置はさ、もう80センチここで食べてるわけ、ね、ここで食べて、ここがテーブルで、ここが台というさ。聞いてねえか。何分？あ、9分55秒、もう誰も聞いてねえよ。大丈夫。
ただきます。朝からゴージャスで散歩で散歩、うん、歩めすってやつかな歩めるよまだいただきます。まあまあ笑顔まあだね。もう一つもう一つもう一つ、まあ空が高いんだ。横浜ってこういう、まあ私の住んでたあたりの横浜は、横浜市北東はね、もう山坂山坂山坂でワインディングなわけ。バーエラ、バーエラ。うん。だから三島市のこの辺の標高は、20メートルぐらいだったかな。うん。みんなも暇しやねえよね。まっぱら。川が流れてるのは多少は傾斜あるんだろうけどさ。まあ、あったり、うん、で、まあ、道路も広く取ってあるせいもあるんだけどさ、もちろん家と家、住宅、ここも全部住宅街なんだ。そっちも住宅街だから、道路はあるよ。車通んねえ、ほんと通んねえ。結局じゃこの2週間ぐらいでね、一回なんか遠くの方を撮ったような記憶がある。ような記憶。定かではない。じゃん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 。カラ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 。食っちゃうよ。いいんだよ。だよ。まあね、まあ、ほんとまあ。ほんとね、ほんで、早く言えよ、その、紫外線。紫外線がすごいよ。もう空が広いじゃん。ほんです。まあやっぱ横浜は黙々があるんだろうね。あとなんか小学校の頃さ、もう空からキラ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 あれが降ってくんだから、重金属のあの粉が。冗談だと思うでしょ、子供たちさ、小学校で目がチカチカしようがチカチカしちゃうチカチカしちゃうで、敏感な子はなんか頭痛くなったりしてさ、そういう時代があったんだよ、横浜に。昔、今から60年ぐらい前60年ぐらい前、その頃ね、健康有料児っていう言葉も発明されたの。おいしいよ、うん、おいしい、ほんとおいしい朝から大根おろしにさ、長ネギに、いつもはね、あのもうなくなっちゃったんだよ。玉ねぎとトマトのスライスも入ってる。うん、これで100円で収まるのかって。収まってないかもよ。でも8日の1500円がなくなったじゃん。で、もう酒もいらなくなったじゃん。だ冬まで、冬ってか10月ぐらいまでかな。うん、命があればね。10月ぐらいまでは酒の心配ないじゃん。だから1日150円で食っても、30かけんだから、34、35、4500円？あの3倍か。4500円の3倍だから、1350円か。うん。予備費ぐらいで。だから1万円の、うん、9000円の頃かな。あ、違うんだよ。昨日妹言ってたよ。毎月なんだっけ、年金ってさ、あの国民健康保険とかなんかもう引かれて、うん、振り込まれるわけさ。これでこの4月あ食っちゃいたじゃん。でこの4月ぐらいからさ、あのなんか収入のない年金暮らしには、毎月だか 2ヶ月に1回なんか5000円、うん、まあ2万7000円、うん、7000円、予備費がね1万7千円もあるわけよ。だからまあこうやってゴージャスな食い方もできちゃうわけよ。でもこれにね、とりあえずビールなんつって、あ、今1台取ったあれ今ガタガタってあるじゃん。あのこの辺どこでもそうなんだけど、住宅街から台場川へさ、こう水路みたいなのがあるんだよね。
あんけどもあるんだろうけど、うん、何流してんだろうね。で昨日もね雨が降って、一昨日も雨が降ってさ、昨日お昼前から晴れたんだけどね、まあ、台場川の水はさザブザブ流れてるよ。あれ多分ね水深深いとこはね80センチあるのかな。でもおおむね10センチから20〜30センチから50〜60センチだと思うんだ。それ雨、上流で雨降るとさ間違いなく1メートルあるな。もうあの白丸ダムみたいなあんなような色の水がさわー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 臭くないよ、うん、全然臭くない。よーく鍵開けてみるとやっぱなんか染みついてるもんがあるけどね何の匂いだかよくわかんないけど、あまりおしっこ臭くないよ雨が降った後は。うん、晴れが続いたらね、うーんって感じ。でもおしっこ臭いっつったらさ、トイレットペーパーとかも流れるよね。でもトイレットペーパーらしきものはないよね。もちろん固形物もない。でもくしゃい、うん、どんな匂いかったらケミカル臭じゃない。なんかおしっこ臭い。でさっき犬の話で、うん、途中でいつもこうなっちゃうけどさ、まあ犬と生前人は少ない。あのなんだっけ、亀岩崎公園か、亀岩崎公園とそっちが上流なんだよね。で亀岩崎公園からダイバーガー、ダイバーガーずっと流れてきて、1個目か2個目の橋、1個目かな、まあね1キロあるかないかぐらいで、その神川橋っていうんだよね。そっから下流は釣りして、釣りしちゃいけないの。下河原橋か、うん、2〜3キロ、その間釣っちゃいけないの。うん、どっこ送ってよ、照りから離れる、うまいよ。あ、今朝寒いよ、まだ開いてんとね、足なんか鳥肌立っちゃうぐらい寒い。ただやってみます皆さんもね、年金暮らしでさ、初期費用がね10万円ぐらいかかる、会社にもよりし物件にもよるけど、あのなんだっけ、保証金っていうのを払うんだよね。その代わりもあのだいたいさ、今入る人は老人が多いわけよ。安い物件に入りたいっていうのはみんな年金暮らしじゃん。保証人立てるって、じゃあ昔は学生さんの保証人ったら親が保証人じゃん。で老人の保証人ってもうこの世にいないから、そういう状況がバーッとあるから、保証金金さえ払えばまあいいやという、払えばじゃなくて払えれば、またこの先もさ、この物件も結構部屋が空いてんだよ。また今度の日曜には、土日には来るんじゃない、うん、昨日来たのはねなんか女性だったな、うん、女性のあのなんだっけ不動産屋さんの若い子がさ、見たわけじゃない、うん、
連れてきてもさ、ああまたダメかっていう物件なんだろうな。でやっぱりさ、今の子って大きいじゃん、背が比較的ね。まあ今の子でもちっちゃい子もいるだろうけど、でまあこうなり名を遂げてさ、セカンドハウスみたいなのをさ、まあ三島に借りてさ、アユ釣りに行きましょうとかさ、駐車場もそこら中あるよ。駐車場もそこら中ある。その住宅に車は入れられてるうちも多いね。でも車を置けないと、そういう駐車場を使う民家が多いね。まあ、静か。今何時？今6時27分じゃん。だまだ出勤する人が、さっきね、いつもね、5時半ごろ出てく人いるね。今日何曜日？土曜日か。で、今日出てかねえのかな。さっき出てったな、行き来。で、これさ、この辺ね、あれ、ほら、マンションって、公団地、都営住宅も公園住宅も、だいたい5階とか、5階以上だと、まあ、だ5階も含まれるよね。だ5階以上だと、エレベーターがつけなきゃダメじゃん。だから3階っていうのが多いよ。ほんとどこ見てもね、駅からこっちくらいだ。もちろんね、5階10階っていうのも大きいマンションもあるけどさ、なんか手頃な、いや、なんか手頃なんだろうね、3階ぐらいがね。まあ、土地の大きさの関係かね。三島市の住友国家のお迎えの人はなんか洗濯干してね。平らじゃん。どこに、まあ平らなりにもまあ一段高いところもあるけどさ、もうお日様がだいたい分譲するときにさ、北向きしかないようなとこもまああるだろうけど、まあ四方八方お日様さんさんと当たるよ。で、まあ住宅街はまあびっちりのお家もあるけどさ、なんだろう、猫を何匹も連れてきた。2匹3匹抱いてなんか檻に入れてんね。お外で飼ってんのかな、なんだろう。本当に静かな街だよ。まあ、三島もね、駅前の繁華のとこもあるんだろうけど、本当に静か。本当に静か。なんでこんなに静かな、こっちまで静かだよ。横浜静かじゃねえよ。いいよ、悪いっつってね。東京都を除いたらさ、日本最大の行政都市だから横浜市。俺の住んでる区だって分割されて今100万人以上だからね。
こっちから見えるってから向こうのおじいちゃんも俺が飯食ってるの見えるってことだな。うん。あいつ YouTube やってるよって。何やってんのかね、あのバカは。島のバカのやつ。レースのカーテンしててもさ、レースのカーテン越しにおじちゃんの顔が見えるから、おじちゃんも俺の顔見えんな。あいつ三脚立てて飯食ってるよ。そんな動画流して視聴回数取れるのかね。まあ静か、ほんと静か。マンションもね、5階以上のマンションはね、結構距離取って距離取ってね、建ててるから。目の前がまたマンションじゃない。うん。まあ、そんでさ、マンションからならね、3階建てのマンションのも、まあ、建て込んでるとさ、こうね、先にあればだけど、富士山が見える物件が多いよ、ここは。ほんと多い。なんら問題ないよね。だって平らなんだもん。横浜なんてこんな40メートル、30メートルか40メートルの丘がボッコ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 、氷だから、氷だから。ジェットコースターあれすごいよ。だから、俺の住んでるあの辺でモナコグランプリやったらね、一瞬で全部車クラッシュしてるよ。ほんとクラッシュしてる。26分49秒ご清聴ありがとうございますって感じだね。うん、明日からさ、また仲良し3人組でさ、妹、古くなったお嬢さんが3人がさ、また旅行だよ。どこ行くんだか知んねえけど、ごちそうさまでした、うん、ちょっとね、今すぐつけちゃわないと散歩しばし、ここでお股がまずいまい。いつもはポジションはもう60センチ向こうです。やっぱ彼もで、妹が買った100均のグラスだそうです。あなた酒がなくなって、ポッカレも。あ、低い。わさび入れんの忘れた。生わさび、SB の生わさび、無着色本わさび使用。うまいんだこれが。涙が出るほどうまい。これも安かったよ。なんかここの町のスーパーで安いね。うん、安い。いただきます。美味しい。まだちょっと暑いな。じゃあ、そういうことで、あの、皆さんはいかがですか。あの、ご予算が許せばね、あ、三島はいいですよ。うん、三島はいいです。だいたいあの2時間ぐらいで、あの、横浜まで帰れますから。だ、通勤圏内といえば通勤圏内かな。うん、でも楽しいのはね、あの寝袋のとこでさ、あの海がダダダッとちょっとほんの一瞬見えんじゃん。あそこがいいね。うん、こんなこと言うと、そなたは俺たちがすまんねえとこなのかって、そんなことも申してませんよ。どこで住んでも24時間
一日はね、有効に活用なさってくださいよ。残りの人生。まだ駆け出しもん、駆け出しもんでも、わっさわさ立て込んでさ、窓を開けたら、隣の家の窓が60センチみたいなとこが多いでしょ。今さ、困るなが4年前にあったじゃない。で、会社来んなよが始まったじゃない。これから、じゃあ困るなが終わったら、会社来ていいのって話になるじゃん。もうみんな、派遣切りされちゃったじゃん。どこで働いても今、表計算はさ、20分の1の国の方がね、日当の安いところがもう引き受けてくれますから。あなた、そうじゃない。あなた独自の。あなたじゃなきゃできない仕事をやっていかねえと、日当20分の1がご近所にいますから、もうどうにもなりませんよ。どうにもならないことにとらわれてちゃダメ。おすすめしますよ。俺ね、今度ね、原駅行ってみたいんだよね。2万2000かな、あの物件。小学校の南側のさ、2軒出てんだよね。2階建てのそれはアパート、いいなと思う。歩いてって海だからさ、あの太平洋砂浜だな、竹林があってさ、行きたいな、あそこ住みたい。でもここ来たらさ、静かで、唯一のね残念症はね、大間川で釣りができないんだよな。あのさ、擁壁からさ、土管がいっぱい出ててさ、ドブ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 来るわけさ。そりゃ臭いよ。そりゃ臭い。アユも来るでしょう。ハヤもヤマメも泳いでるでしょう。ね、こういうは市民が育ててるから釣っちゃダメよ、取っちゃダメよって書いてあるんだから。でも鯉以外なら釣っていいでしょ。でも土管がジャブジャブさ、ね。いいよ、それが清水なら。泡の立つ水って何っていうさ、泡のね、滝なんかでもバーっていって、バクがバーって上がって、白泡がわわわっていって、それ30メートルも白いシャボン玉でいかないじゃん。30メートル流れるまでに消えちゃうじゃん。何が流れてんの？くちゃいよ、くちゃい。晴れた日は。入れた日は窓開けらんねえと思うな、川沿いは。まあね、静か。もうさ、東京でも暮らしたことあるけどさ、この静けさ、まあ東京にも静かなとこあんだろうけどね。川崎にも住んだことあるよ。まあ静か。だここ次の住処かな。でもこれも老朽物件でさ、じゃあそろそろ建て直そうかなってなったらね、出てってくださいよって、出てけってよって、証言。カララカラカカララカカララカ。カララ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  あなたを連れ去るあの人の影にシャダラシャダラシャダラ。2024年5月17日金曜日6時41分ギルがナイルでした。 Thank you for watching. Come back again next Sunday. When will it come? I couldn't know it. But all is good for you. いずこの地もそれぞれに Rome. March the 17th, 2024, Friday. もうには、今日は金曜日か。土曜日じゃねえんだ。みんな出勤するんだから。出勤じゃないよ、出勤。ね。6時42分でした。だから今日はね、また4000円かけて妹のとこ
3日間留守だからさ、で俺もあのハードディスクとかさカメラとか持ってこないと。でもね、 iMac をさ持ってくるのは、バーでっかいじゃん。だから今考えてるのはさ、布団袋あんじゃん、布団袋を、この毛布なんかもさ、あの布団袋、80センチ四方ぐらいかね、あれに、でも薄いからさ、あれを2枚で、それにショルダーバッグに、あの iMac とキーボードと、それから外付けハードディスク。でも肩にさ、あの一番新しいわけじゃないから、中古のだからさ、結構でかいんだ。あの21インチ型でも、なんかその前に買った中古のはやっぱね重いんだ、すごく。で次に今使ってるのは結構軽いんだ。で最新のはもっと軽いじゃん。あー、なんだかんだで10キロ、片っぽに10キロはね食い込むよ、うん、食い込む、うん、でカメラも持ってこようとなるとさ、カメラまでは無理かな。だから一番思ってるのはさ、あの外付けハードディスクだけ持ってきてさ、それでもあのUSB-C だからさ、それでアップできんから、結局はこれだけになると思うな。持ってき、こき、切れない、こきれない持ってき、切れない、うん、ほんであのこれさ、スノコベッドにさね、あの段ボール敷いて、段ボールなわけよ、この下ほら、段ボールなわけよ、いっぱいあんの、いっぱい、何枚もあんので、その上にあのこの寝袋ね、冬用とスリーシーズンがあって、これで毛布が1枚あって、毛布が2枚か、あの腰が痛いよ、腰が痛い。だから毛布、まずね毛布をね、もう2枚ぐらいね持ってこないとダメだね、うん、たらなんとかなると思う。1枚毛布が増える、あのなんだっけ、これ段ボールが増えるだけでずぶ違うよ、腰が。だから毛布2枚でさ、結局ハードディスクだけだな、うん。まあ3日間はまた横浜だね、妹のとこでちょっとお留守番みたいなさ、うん、でも言ってさ、あのお母ちゃんのことがなくてさ、あ、付き合いが広いんだよ、もう6月もまた3日出かけんかんねってもうあの決めちゃったからって、うん、ね、そういう付き合いが広かったからさ、一昨年の秋にさ、もう出かけないでくんないかなって、お前が出かけんとお母ちゃんがっくりしちゃうんだっつって、でとある用事をさ一個仕方なくやんなきゃないのないのはどうしても出てったけどさ、でもほんで1年半お母ちゃんと2人でね、うん、で そんでさ、あのお母ちゃんが、あ、お前じゃやだ、妹、最後は妹そうって言われてさ、されだから俺も妹もさ、もう横浜にいなきゃなんない理由ないんだよ。でもまあ妹はあの大学出てから東京でずっと働いてたからさ、東京のお友達っていうの、仕事をあるいはそれぞれの別ので友達が続いてんだよね。まあありがたいことだよね。今度どこそこ行こうよって誘ってくれるわけだからさ、うん。だから妹生き生きしてるよ、うん。お前の顔見ないで済むからよって。本当ね、俺と妹ね噛み合わない。一瞬でイラつくんだよ。冗談のように毎日言うよ、ああそばやんないでイラつくから
顔見んな、見えないやって。こういう感じ。ということで、皆さんも、ね、私、おすすめしますよ。三島。うん。三島、いいですよ。駅前、駅近物件いっぱいありますから。3万円も出せば、ワンルーム。駅からバス一駅ぐらいなら、誰も借りてくれませんよって。いくら客連れてきても、入んないからね。入らない。あなた、なんか素晴らしいよ。本当に便利。これをさ、オーナーさんは、ね、冗談みたいな値段だよ。創作落語があるんでしょ？あれ字で言ってんからね。創作じゃないから。本当に。ありがたい。本当にありがたい。いつまでここに住めるのかわかんないけど、いつまで俺の命があるかわかんないけどさ、うん、三島じゃん？で、隣が神奈美なんだよね。で、神奈美の駅からさ、去年まではね、500円だったの。その、別荘地と駅を循環するバスが。無料になったわけ。で、隣まで確か160円だか、200円かな？うん。200円か。200円で行くじゃん。ただで、キコリ行けんの。だから、今、大辻交通地がね、20日で終わるんだよね。で、妹が帰ってくるのが21日かな。うん、たら俺こっちまた戻ってくんじゃん。あれも持ってこなきゃ。ホンダ DN360 刀ボーイ、それとくさびね、それとなんだっけ、ショックレスハンマーっての、うん、なんか砂かなんか入っての、あれが重いんだよ、この650が。1.5 キロぐらいあんだよ。あと、斧も持ってこなきゃなんないからね。あと、草刈り川も。それ一回一回さ、4000円かけて取りに行かれねえんだよ。150円の食費だからさ、毎日。実際測ったわけじゃないよ。うん、でも、そんぐらい、うん、かかってるね、一食、今。でもお米前にいたところで500円安く買えてんからさ500円安いと違うよあんた、うん、三島、そのなんだっけ、三島の駅から無料バスがね土日出るんだって。ほいでなんかなんかね、大きいその建物がテーマパークじゃないんだけど、なんか一番端が温泉でさ、その手前がなんかルイと言わせるふみたいなのがあって、なんかがあってなんだって、もう一日遊べるんだって。家族連れで来てるって。そこで植木がね、まあ、ただみたいに安いんだよ、うん、だから向こうへ帰んなきゃなんない理由が今日なければ行こうかなと思ってたんだけどさ、うん、あ、そういうわけでね、44分44秒。ふわ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 。幸せいっぱいだよ、今。しゃるなら、いよいよどうしよう。三島に移住いかがです？お安いですよ。空気うまい、水うまい、紫外線たっぷり。お嬢さんには向いてねえな。